二つのコンポーネントが衝突する場合、どのように弾むかを定義する方法を説明します。E カタログのタイプ別モデル。フィジックスをクリックします。ブロックコライダー。シリンダーコライダーを追加します。円柱をブロックの上に移動します。ツール。 スナップをクリックします。円柱をブロックの上面中央にスナップします。マニピュレーション。移動ツールを使用します。円柱を Z 軸に沿って上に移動します。コンポーネントプロパティの Z 座標を1300に設定します。シミュレーションを実行すると、シリンダーが落下せず、 重力の影響を受けていないことがわかります。シミュレーションをリセットし、重力の設定をします。円柱を選択した状態で、コンポーネントプロパティウィンドウで、フィジックスエンティティタブを選択します。物理タイプを気候から物理内に変更します。 シミュレーションコントロールのシミュレーション速度係数を0.5に設定します。シミュレーションの実行速度が遅くなるため落下の動作が見やすくなります。シミュレーションを実行すると円柱が落下しブロックに衝突します。円柱とブロックがどのように衝突したのか詳細を確認していきます。 シミュレーションをリセットし、再度実行すると少し跳ね返りがあることがわかります。この跳ね返りが反発です。モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウでシリンダーコライダー、ビヘイビア、フィジックスエンティティを選択します。プロパティウィンドウの反発がデフォルトで、 0.1に設定されています。反発係数は0から1の間で入力できます。反発に0を入力すると、非弾性衝突になるため、跳ね返りがなくなります。シミュレーションを実行すると、円柱が跳ね返らず、ブロックの上に止まります。シミュレーションをリセットします。 反発に1を入力すると完全弾性衝突になるため跳ね返ります。シミュレーションを実行すると円柱が大きく跳ね返ります。シミュレーションをリセットします。反発に0.5を入力します。反発に1を入力した場合に比べ跳ね返りが約半分になります。 シミュレーションを実行すると少し跳ね返りブロックの上に止まります。シミュレーションをリセットします。ブロックを選択します。コンポーネントグラフウィンドウでブロックコライダービヘイビアフィジックスエンティティを選択します。 プロパティウィンドウの物理タイプを物理外に設定します。シミュレーションを実行すると、円柱がブロックをすり抜け、跳ね返ります。物理タイプを物理外に設定すると、ブロックが物理の影響を受けないため、円柱はすり抜け、床に衝突し跳ね返ります。コンベアーを作成し、コンベアー上に円柱が落下する場合の動作を確認します。 ホームタブを開きます。E カタログのタイプ別モデル。フィジックス。コンベアフィジックスを選択します。シリンダーコライダーを選択し、円柱を一つ追加します。ツール。スナップをクリックします。 円柱をコンベアの上面中央に配置します。移動ツールを使用します。円柱を Z 軸に沿って上に移動します。X 軸に沿って約40度回転します。シミュレーションを実行すると物理タイプが気候のため、 落下しないことがわかります。シミュレーションをリセットします。コンポーネントプロパティウィンドウで物理タイプを物理内に変更します。シミュレーションを実行します。円柱がコンベアーに衝突した後少し跳ね返りコンベアーの上を流れます。円柱が 完全弾性反発で落下する場合の動作を確認します。モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウでシリンダーコライダーナンバー2ビヘイビアフィジックスエンティティを選択します。プロパティウィンドウの反発をデフォルトの0.1から1に変更します。 シミュレーションを実行すると、円柱が大きく跳ね返ります。また、プロパティウィンドウの静止摩擦、動摩擦に数値が入力されており、摩擦が発生していることがわかります。シミュレーションをリセットし、反発を0.3に変更します。 シミュレーションを実行します。反発を1にした場合に比べ、円柱の跳ね返りが小さくなり、コンベアーの上を流れることがわかります。コンポーネントに反発を定義する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。